皆さんこんにちは。ドクタースランプのりまさです。はい、ということでとりあえず見切り発車でございます。はい、ということでですね、今日ご紹介するのはですね、こちらでございます。ババン。ファミリーマート緑と青。ファミリーマートさんからですね、発売しようと思います。新発売ですけどもね、こちらの、ね、牛肉の旨味言ったかな、キーマカレー160円ということでございますね。はい、こちらの方ですね。ファミリーマート、ま、あの夏といえばカレーということですね。このカレーパン、カレーフェアみたいな感じですね。カレー関係のパンが3種類出てるんですね。そのうちの一つがこちらでございます。牛肉を煮たかき、これパイ、カレーでパイ生地、ちょっとね珍しいかなと思います。試してみたいかなと思います。カロリーはですね、299キロカロリーですね。少ないですよね。ちょっと開けてみたいと思います。こちらから開けます。なぜならこちらが三角の先端のカレーでございます。出てきました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 。一回全部出すか。はい、こんにちは。でかい。そしてこれがですね、おそらく、またねポロ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 ね、はい、独特のですね、この、生地、によってですね、周りにですね、被害が及ぶかなということをちょっとティッシュに引かせていただきましたけども、さらにもう一個ティッシュ贅沢に引きました。いつ落ちても大丈夫ということで、いただいてみたいと思います。さあ、落ちてそうですね、これね、この分ね、この分ね、一応ね、意外と落ちない。はい、ということでいただきます。うん、あ、うまい。あ、うん、あー、これどうかな、微妙な、これ例によってまだあんまり到達してないんですよ、中の具のね、キーマカレーにちょっと到達してますよね。もっとしてほしいかなって分かんない。うん、はい、もう完全に到達しましたね。はい、やっぱね、カレーパン食べてサクッとした時のこのカレーの味が、あ、来た来たっていう感じの時にはですね、なんか本当にね、あ、うまいなっていう、なんか幸せさをね、ちょっと感じざるを得ないんですけどね。はい。で、パイの生地、まあ、馴染みがないのかね。ちょっと僕の中では、っていう感じはね、しますよね。パイだけだと当然うまいですし、この中身のキーマカレー、ね、当然美味しいんですけれども、この組み合わせがですね、自分の脳の中でですね、ちょっとあんまり、経験がないということで、ちょっと認識をですね、ちょっとね、クエスチョンみたいな感じにさせてますけどもね。でも実際に新しい感覚でいいのかなという気もいたします。まあこれはですね、私個人的意見なので、もういろんなですね、何十万、何百万、何千万の人がですね、おそらくファミリーマートさんに行って買うわけですから、まあこれはですね、私の個人的な意見で、パイとカレー、あるじゃ、合うじゃないですか。いう方もいらっしゃるですし、当然ですね、商品開発の段階でですね、そんなことは、ね、もう試食、試食、そしてまた試食、そしてまた試食ってことでね、やってると思いますのでですね、まあ、いろんな方にですね、試してみて、10人、100人ね、美味しいと言った人がですね、多かったんで、商品化になったんじゃないかな、というふうにね、思いますけどもね、はい。はい、ということで、ちょっと出していただいて、うん。なるほど、まあ、新しい感覚ということですね。ということで、今日ご紹介いたしましたのは、牛肉のうまみ豊かなキーマカレーパン160円でございました。ワンランク上のカレーパンを目指す。はい、ということでありがとうございました。すべての神がやるのクリーミーのダブルトップボタンを押して